出して、そして組み立てて、そしてきちっとしたそのバイク整っているかどうかっていうのを確認もしなきゃいけませんし、そして今回はこの運転もやります。そして結局してきた今シーズン、バレンティーノ・ロッシが1勝を挙げてますけども、第2グループは黙っててもやっぱり ハーフウェットを走ってる感覚でいかないとスピードが合わないんですよ。そうなんだ、もうそういうスピード感の要因なんですね。ニッキー・ヘイデンが1分55秒154というタイムで現在トップタイムをマークしています、更新しています。
大変な手続きをしているので、クレジットカード2枚という話が出てますよね。フロントにクレジットカード1枚、いわゆるクレジットカード1枚、はい、それでコーナリングを出て、作業して安定させるわけです。なるほど。